はい、アットマークアットマークで gmail.com で。最初から頼めばよかった。5人の試験の最終面での段階で行くことあるんだけど、高校生になったら、あんなも分かるわけないでしょ、準備もしなければ。引いてみましょう。むしろ暇ですから。失敗することありませんのでね。ちょっと音が大きいんじゃないですか。ちょっと恥ずかしいです。それは随分前のじゃない、それは。日付見たら。ちょっと恥ずかしいが止めましょう。恥ずかしいが止めましょう。それは随分前のじゃないの。あ、そうですか。
わかんないけど。昔のやつだね、随分の。昔から随分、消さずに置いたのでなんか雑把くないあれですいませんでしたもんね。これをどうしておけばいいの？登録しておけばいいの？それでも何百回くらいも再生されても、要注意人物としても。あ、そういう意味で。そうです。いやそういうなんか嫌がらせをですね。ああ、なんかこういうのって怖いですよね、そういう意味ではね。そうか、そうか。確かに気づいて、不自由に。ありがとうございました。大きな音で。1分半くらい。まあ、そうですけど、皆さんもお忙しいからね。だから1分ほど。お忙しいですから。ちょっと得した
増えちゃう。